丸山動物園で大ニュース。8月20日、札幌の丸山動物園で19歳のアジアゾウ。パールが赤ちゃんを産んだ。北海道でアジアゾウが出産するのは初めて。日本初の飼育員が直接ケージに入らない循環節飼育という手法で、ストレス軽減に成功した。生まれた小僧は全長約90センチ。体重約90キロで、健康は問題なし。9月中には一般に公開し、小僧の愛称を一般募集する予定。あなたならどんな名前をつけますか。 コメントで教えてね。